ネットで注文していたバイク用のリアボックスが届きました。モトボワットの47リットルサイズです。早速開けてみます。中にはベースプレートと取り付け金具、簡単な説明書が入っていました。それでは取り付けていきましょう。リアキャリアにベースプレートを取り付けます。ベースプレートがついたらカバーをして止めます。リアボックスを差し込んでカチッと音が鳴るまではめ込みます。取り付け完成しました。ボックスの形が四角なのでオフロード車によく似合います。中を開けてみます。 XL サイズのヘルメットを入れてもまだまだたっぷり入ります。バックレストは柔らかくて良さそうです。ご視聴ありがとうございました。